もし宗太郎駅で朝の列車に乗り遅れたらどうやって移動するかを考えてみた。秘境駅として有名で発着本数が極端に少ない宗太郎駅。発着する列車は、6時39分の上り佐伯行き、6時54分の下り延岡行き、20時7分の上り佐伯行き、3本のみ。宗太郎駅訪問の定番コースは、6時39分上り線で駅に降り立ち、15分の滞在後、6時54分の下り線で去る、だと思われます。6時54分に乗り遅れたら、次は20時7分。それまで待ちぼうけ？いや、それ以外に何とかして、特急停車駅である佐伯駅か延岡駅にたどり着けないのか考えてみた。まずはバスがないかどうかを調べてみます。宗太郎駅バス停で検索すると、出てくるのがこちら。意外にも宗太郎というバス停が至近にあるようです。しかしよく見ると、これは予約運行バス。地元住民の方が利用するための予約制のバスで、今回の行程では対象外です。次に検索でヒットしたのがこちら。あぶみというバス停が見つかりました。距離は3443メートル。所要時間41分。県境を越えて宮崎県延岡市に入っていますが、歩けない距離ではありません。経路を Google でも確認。ほとんど国道10号を通るルートです。最後だけ脇道にそれるとバス停がある模様。Google ストリートビューでも見てみます。確かにバス停があります。コミュニティバス、あぶみ、延岡市。と読めます。次にバスの路線図を見ます。非常に見えづらいので拡大。あぶみバス停が確認できます。赤線なので下塚線という路線のようです。次は時刻表を確認。下塚線は火曜、水曜、金曜、運行。予約制でないバスのようです。拡大します。あぶみバス停8時11分発があります。時間的に間に合うかどうかを確認します。宗太郎駅に6時54分着。そこからあぶみバス停まで徒歩で45分前後。あぶみバス停8時11分のバスに乗る。十分間に合いそうです。むしろ30分程度の余裕があります。このバスで行けそうです。念のため、バス停までの道を確認します。国道10号は片側1車線両側2車線の道路。ほぼ歩道はありませんので、車にはねられないよう注意が必要になりそうです。Google ストリートビューでも大型トラックの通行が確認できます。カーブも多くかなり気を使って歩くことになりそうです。幸いなことに、一部上りもあるものの工程は概ね下り坂のようです。話をあぶみバス停に戻します。あぶみバス停を発車したコミュニティバスは道の駅北川葉沼駅です。ここで次の乗り継ぎを考えます。コミュニティバス全体の路線図です。必要部分だけ拡大。育ちというバス停で宮古バスに乗り換えできることがわかります。育ちバス停を Google ストリートビューで確認してみると、ありました。が、肝心の乗り換え先の宮古バスのバス停が見当たりません。バスの本数は少なそうなので、逃したら大変。これは不安です。ストリートビューで宮古バスの育ちバス停を探しましたが見つけられず、代わりに、隣のバス停が見つかりました。コミュニティバスで育ちの一つ手前のバス停、北川町総合支所バス停の隣に、宮古バスの熊田バス停を確認、バス時刻表を確認しましょう。延岡駅行き、8時55分があります。なお、宮古バスはここ熊田が支店のようです。このバスに乗れば、9時24分に延岡駅に到着。宗太郎駅から2時間30分で延岡駅まで到着できます。宗太郎駅6時54分着。宗太郎駅からあぶみバス停まで徒歩45分前後。あぶみバス停からコミュニティバス乗車。8時11分発。北川町総合支所バス停8時26分下車。すぐ隣にある熊田バス停から宮古バス乗車8時55分発。終点の延岡駅で下車。9時24分着。ゴールです。あとは、佐伯駅へ進むも宮崎方面へ進むも自由です。1時間に1本特急電車が来るありがたさを感じながら、お進みください。以上は、あくまでも机上の話です。実際のものとは異なる可能性があります。
実行を推奨するものでもありません。新型コロナウイルスは、まだ収束していません。重篤化しやすい高齢者の多い土地であることを考慮すると、当分の間は訪問を自粛する方が望ましいと考えます。この動画はここで終了です。最後までご覧いただきありがとうございました。